ガブリエル、ガブリエルはイスラエルが開発、製造した対艦ミサイルである。また、派生型として中華民国、台湾海軍が u f i 型、u f i 型を開発している。イスラエルでは1954年より誘導ミサイルの開発が開始されており、1958年にはラファエル社の最初期モデルであるが軍に対して提示された。ルッツは、 手動指令小巡線一致誘導方式、マクロス方式を採用した射程 27km のミサイルで、地対地、空対地、対艦の3つのバリエーションが予定されていた。このうち、地対地ミサイル版は、当射火力に対するコストの高さが、また空対地ミサイル版は、発射母機の速度、運動性の制限が嫌われて、陸軍、空軍からは不評であった。 しかし対艦ミサイル版はイスラエル海軍の興味を引いた。1950年代末の時点でイスラエル海軍はイギリスから取得した Z 級駆逐艦2隻エーラート及び第二次中東戦争でエジプト海軍から路角した半途級駆逐艦ハイファと、計3隻のイギリス製駆逐艦を機関としていた。これらはいずれも大西洋の戦いに対応した防空。 対戦戦術士の艦であり、エジプト海軍が運用していたソビエト連邦製のに、対して、対水上火力では劣勢を余儀なくされていたが、もし、ルッツのような誘導ミサイルを駆逐艦に搭載できれば、スコーリー型の艦砲である50口径13.0センチメートル砲、最大射程25.7キロメートルをアウトレンジできるものと期待された。 1960年には、このような誘導ミサイルを高速戦闘艇、ファクと組み合わせたミサイル艇も着想されたものの、当時のイスラエルでは、ソビート連邦のミサイル艇について、存在自体が知られていなかったこともあり、他国に前例がなくあまりに冒険的として、この時点では採択されなかった。しかし肝心の対艦版、ルッツミサイルの開発は、難従していた。 1962年の時点で陸軍の地帯一番はすでに部隊編成が進展していた一方、湿度が高い洋上ではミサイルの噴煙が濃い煙として停滞し、い手の視界を遮ってしまうため、マクロス誘導が困難となっていた。オリエベント部、オリイーブント部技師は、セミアクティブレーダーホーミング、左右導と高度計の導入によって、事態を打開できると考えたものの、 ラファエル社上層部はこのアイデアを棄却した。しかし海軍は興味を示したこともあり、エベントブギ氏は IAI 社に移籍して、この方針の下でミサイルの開発を継続することになった。これによって開発されたのが本気である。通常、マクロス誘導のミサイルでは誘導装置はビブに設置されており、ルッツも同様であった。これに対し、再誘導のミサイルでは、 ミサイル先端部にシーカーを設置するのが通常であったが、もしガブリエルでもこのような構成を採用した場合、かなり大規模な再設計が必要になり、開発期間やコストの増大が予測された。このため、エベントブギー氏は思い切って、ミサイル誘導用のレーダーのアンテナをミサイル先端部のレドームではなく、ミサイル両端部に固定式に設置した。 これでは視野が狭くなることが危惧されたが、コンピューターシミュレーションによって、それぞれ5から6度の視野は確保されており、体感用途であれば十分であることが確認された。またもう一つの独創として、左右動装置と連動させた高度計が搭載された。これにより、垂直方向の操縦は高度計に任せて、左右動装置は水平面での目標追尾に集中することとなり、 クラッターの影響を低減できた。またこれにより、ミサイルにシースキマウとしての性格が付与された。発射後、ミサイルはまず高度100メートルまで上昇した後、目標から7.5キロメートルに接近したところで、徐々に高度20メートルまで下降、距離1.2キロメートルでさらに3メートルまで下降する。また後のバージョンでは、 発射直後の上昇高度は35メートル、巡航高度は17から20メートルとされた。艦上の誘導装置としては、RTN-10X、または LM-2221 下機管制レーダーを備え、捜査員2名が登場した OGR7 に包囲板が用いられた。電子防護の観点から、発射直後はビームライディングにより誘導され、 目標に接近した時点で、左右動に切り替わる方式とされた。また、敵の電子攻撃が強力で左右動が使えない場合には、終末誘導まで、ビームライディング誘導を継続することもできた。弾頭、ロケットモーターを改良した MKE を経て、アクティブレーダーホーミング方式の MKE、射程延伸型の m k 4も開発されたが、こちらは装備化されなかった。 1962年、エジプト海軍がソ連製の P-15、SSN-2 艦隊艦ミサイルで武装したミサイル艇を受領し始めたことから、イスラエル側の計画も本格的に推進されることとなった。この頃には、ガブリエルは当初予定の駆逐艦ではなく、200トン級の高速戦闘艇、後のサール型と組み合わされて、ミサイル艇として運用される計画になっていた。 1964年中盤より発射試験が開始された。先行研究がない独自技術が多かったこともあって、当初は失敗が連続したが、徐々に克服されていき、1965年の第3回試験では成功した。また、1967年10月21日のエーラート撃沈事件により、開発はさらに加速された。1969年4月7日、 エーラートの姉妹艦である、ヤーホー、実艦標的として、初の実写試験が行われ、直撃、撃沈に成功した。1973年10月7日、第4次中東戦争の勃発翌日に発生した、ラタキア沖海戦において、ガブリエルは、実戦投入された。この戦闘では、サール EE 型よび4型が、シリア海軍のコマール型及び O 型と交戦して、 全艦を撃破した。この戦闘では、シリア側も P-15 を発射していることから、これが、世界初の対艦ミサイル搭載艦艇同士の、ミサイル戦とされる、一部の戦は法による。また、翌日から発生したエジプト海軍との交戦、ダミエッタ沖海戦でも、エジプト側の大阪型ミサイル艇を撃沈している。対艦ミサイルの導入を進めていた台湾は、 1968年にイスラエルから技術供与を受ける合意を得た。イスラエルより輸入したガブリエル MKI を天使の名称で配備する一方で、ガブリエルの国産化と射程延伸を図るオスバチ計画を開始した。開発は難航したが、1981年に UFOI 型として正式化することに成功し、UFOI 型は海カモメ型ミサイル艇。 イスラエル製の改良型などに搭載された。射程はガブリエル MKE とほぼ同程度の 40km とされる。後継としてハープウンと同規模の UFE 型ミサイルが1992年から実戦配備された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。